ボイテフトゥカは、スロバキアの政治家、法律家、ジャーナリスト。スロバキア共和国の首相及び外相、スロバキア人民党副党首。現在のスロバキアにある、シチャブニツ系、バネ生まれ。ブダペスト、ベルリン、パリの大学で法律を学んだ。その後、ペーチ及びブラチスラバの大学で教弁を取った。1918年のチェコスロバキア建国後。 スロバキア人民党に加わり、党の機関紙、スロバークの編集に携わった。党内では、スロバキアの独立を求める、急進派に属し、党の、準軍事組織、ロドブラナを創設した。1925年の総選挙で当選し、下院議員となった。1928年、党の機関紙に、法の空白と題する論文を発表し、 チェコとの合同国家設立を受諾した1918年10月のマルチン宣言には独立から10年目の試行期間を経て、スロバキアの主権やその政治的、法的地位に関する協議が行われる秘密条項があったと主張した。1929年、プラハ政府は、トゥカの不逮捕特権を剥奪し、ハンガリーへの軍事機密漏洩罪で逮捕し、 懲役15年の判決を受けた。1939年、ナチスドイツによって、チェコスロバキアが解体され、スロバキア共和国で、トゥカは、首相兼外相に就任した。在任中、親ナチス派として、スロバキア在住のユダヤ人の財産没収や、強制収容所への移送を指揮し、同じく親ナチス派で、内相フ不倫カ防衛団指導者である、アレクサンデル・マフと共に、 大統領のヨゼフティソとしばしば対立した。しかし次第にナチスの支持を失い、またトゥカ自身の健康が悪化したことで影響力が低下していった。1944年首相を辞任した。第二次世界大戦後の人民裁判で死刑を宣告され、1946年8月20日執行された。 ジェイロス・チャイルド、大戦艦機の東欧型な水処房、1994年、ピアニッシも110から111。なお、トゥカは、10年後の1939年に、釈放された。1942年3月から10月までの、間に57,700人のユダヤ人が、強制収容所に送られた。ありがとうございます。